どうもスカイピースイエーイということで、いつも通りね、美容院のログにお邪魔しているんですけどもですね、朝早すぎー、10時半、10時半早くない？これ、メガネかけてるじゃないですか。で、出っ歯じゃないですか。はい、鼻の片方、広いじゃないですか。はい、でもね、俺それだけじゃ個性が俺ないんすよ。無個性。いや、無個性、テオ君はもうなんかバリピイエーイみたいな、仲間イエーイみたいな感じだけど、俺特にないわ。仲間イエーイって個性なの？鼻でかいところでもあるじゃん。見た目やん、これ。内面でもすごい強いじゃん。俺内面ほんと薄っぺらい人間なんで、なんかもうほんとに中途半端にめっちゃ一人でいるってわけでもないし、中途半端に友達いて、中途半端にワイワイできてみたいな感じの人間なんで、ちょっともう一工夫、ちょっと外見で攻めたいなと。まあ、外見で攻めるのはまあれなんですけど、もうしない、もうしない。俺ね、今日坊主にしようかと思ったの。びっくりした。一瞬思った。いつも聞いてもらって、沼口さんと相談して、いろいろ、いろいろ出てたんだけど、 YouTuber タミーのかなって。まあ確かにね、今回ちょっと一番今まででないくらい派手な髪色していこうかなと。今まで結構気にしてくれてたからね、見た目。そう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 、もうね、遠慮してくれてたっていうか、もうよくしてくれてたんですけど、ほんと、もうレーンってよさこいバンドみたいな感じでね、今回カラーしていただこうと思います。シッシッ、わー楽しみですね。俺そこまで言うて明るい髪ってないですもんね。ちょっと赤気味とかはあったかもしれない。そう、今まではこんな感じ。まあちょっとやっぱ守ってましたけど。いや、ほんと守りすぎですよ。あの、ほんとオンマユヘアみたいな感じで攻めていかないと。何色がありますか？人気なのはやっぱり色系とか、まあ今みたいな色とかは結構女性が人気です。シッシッ、というか今日どんな感じにやんの？今日どうしよう、普通にさっぱりしようかな。シッシッ、シッシッ、何だろう、後頭部強打だよ。そうそう、後頭部かなりの強打だよ。シッシッ、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 シッ濡らして乾かした時が、なりません。ちっちゃん、こわっ。パーティーロッカー、あっくんと同じ色。パーティーロッカー、じっくんだよ。じっくん、じっくん、ちょっとダサい。シッシ、やっぱテオくんがめっちゃ地味に見えます。そうですね、これは。待って、そしてさりげなくメガネ壊れた。どのタイミングで？さりげなくメガネ壊れた。きます。シッシ、じゃあもうカウントお願いします。いきますよ。はい、50。長っ。1分近く待たなきゃいけないんだ。行こう。長っ。長っ。4までのが長いね。シッシ、3、2、1。やばすぎ、これ似合ってる似合ってないよね。なので明日それに合うファッションを原宿で買いに来ます。それでは楽しみに。ピー、悪魔みたいな笑い。聞いたことない。悪魔で聞いたことない。うわ、赤っ。真っ赤じゃん。真っ赤じゃん。パーティーロッカーだ。すごっ。もうなんかノーセットでいいもんね。もうね、これでもう十分もいいもんね。こんな赤くなるんだ。だってもうすごいね。服と合ってないの。下が地味すぎて。地味だろ。